皆さんこんにちは、永瀬莉子です。秋田しおりです。今日はこんな感じで、いろんなお洋服が着てるんですけど、この中から3つのテーマに合わせてそれぞれ2人で3分以内に今度組んでいきたいと思います。じゃあまず1つ目のテーマ教えてください。全男子ってやばいね。全男子男受けってことだよね。じゃんけんで決めます。運命の分かれ道。じゃ勝った方が先行にしようか。そうだね、そうだね、そうだね。そうします。最初はグッ、じゃんけん、はい、先行でお願いします。はい、待ってます。頑張ります。よーい、スタート。結構やばいかも。いつも30秒ぐらいかかる。でも男子に振り分かってるってことは、花見せ、花見せ、やばい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 、やばいやばいやばい、何がいいだろう。ワンピースかな。花見せしない方がいいの。教えてくれない。これを、いや、受け良さそう。でも、どうなんだろう、全男子って何。ワンピースでしょ。かわいい。でも絶対ダメかも。好きだけど。受けって難しいんだけどな。やばっ、これですよ、これで。揺れる系がいいですよね、揺れるやつ。カバン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 、やばいやばい、揺れや。こっちにしよう。オッケー、着替えてきます。それでは3分間スタート。はいはいはい、成功。全男子が好きなのは、もう白。あー、違う。あー、やきら攻めてる。ホワイトで攻めたいと思います。白を着ておけば、モテカラーだと思うので、私の狙いは白です。白で、サンダル。サンダルがいいと思うんですよね。サンダルってなんかモテますよね。グリーンかブルーがえ、でもヒールがある方がモテます。じゃあグリーンとかにしてみます。はい、で上なんか倒ってたら可愛い。あ、でも先にバックしてみました。グリーンにしちゃったからな。あ、でも白っていいのかけど。あ、でも違う。いや、思ってたはず違う。やばい。ミニバッグな女子ってどうです？ミニバッグ持ってる女の子、好きですか？爽やかっていうテーマでどうですかね。これにこれにサンダルは、ブルーの方がなんか好きだけど、グリーンも可愛いから、ユーカー、なんか上羽織ったら可愛いかな。やばい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 、はい、リングとかつけて鍛えていきたいと思います。じゃーん、着替えました。いや、難しいね、やっぱ3分間で、ね、
できないと、3分で選ぶことないからないよ、ね、あれだけど、でもめちゃめちゃモテる、もうこれは確実だと思いました。私も結構上出来かもやっぱワンピースっていうのがね、うん、いいね。私の体のラインが見えてるのとかも、うん、好きなんじゃないですか。好きです絶対間違いない。でも爽やかでモテそう、なんか白ってモテそうなイメージで、イメージあるね。だからもう王道で白で攻めていました。確かに系統は違うけど、でもどっちもモテコーデって感じはすごいする。なんかさっき着替えた時に2人で鏡見て、あ、これあいけるじゃないあの会議はね出ました。どうでしょうか。では2つ目のテーマ、おぉチャランチャングはい、あまだ勝っちゃった、また負けちゃった。意外とさっきの見てて高校の方が嘘、前の人を見れるからもしかしたら有利かもってちょっと思った。本当、うん、じゃあじっくり観察頑張ります。頑張ります。スタート。口の中で思ってるのは、現地の女の子か韓国好きっぽい女の子かっていうのがちょっとあって、それとか韓国好きそうじゃないっていうのと、なんかジャケットも韓国っぽい気がするんだよ。こういう感じの子って現地にすごいいるって聞くから、どうしようどっちがいいかな。ジャケットジャケット、いやあっちにしよう、無難に。それでどう、やばい。じゃあやばい、他なんかやばいんですか。カチューシャにしよう、いやヤビ、ローパーがいい、ローパーあったぽくない。あとはルーズソックスとか、ちょっと変、カチューシャにしよう。あーリボンの方が可愛いかな。いやこれにする、これにします。で、あ、バッグ、なんだからハイソックスがいいんだけど、これもいいかも。何にしよう。バッグバッグってなんだ待っちゃった。じゃあこれで完成です。着替えてきます。それでは3分スタート。パンツもなんか履いてるよな。ほら破れてるわ。すごい。なんかおしゃれ。どうしよう。やばい。ちょっと薄めのデニム。一旦。なんか普段私がするようなコーデになっちゃいそうだけど。何着てるんだろう。なんかわかんない。やばい。苦戦してます。やばいです。ありがとう。でもこれになって韓国はスニーカー合わせる気がするんですよ。ベージュとかにしてみようかな。これにこれでしょ。あ、2分ある。大丈夫だ、私ならできる。これってなんだろう。ベストだよ。ベストか。アドバイスくれる優しい。なんかこういうんでこれ開けるのか閉めるのかちょっと悩むので、ちっちゃ。あ、じゃあ、どうしよう、これ。でも結構ワンピーだし。やばい、ちょっと待って。やばいかも。助けて、しおり。いい感じだったよ。いい感じだった。うん。あ、じゃあ、いいや。あ、コーディが言ってくれるかな。韓国姉さんとかに。ね。あ、で、これを下の中に全部入れて。あ、じゃあ、いろいろやばい。靴が違う、そしたら。あ、強くないかな。バック。
もういいです。なんかラーメン、キラキラ。ちょっとこれだと重たいよな。分かってるんです。でもキラキラとか好きだからキラキラ。あでもなんかすごいゴージャスになっちゃったな。あどうだろう。あ分かった。次かけあった。よし。ギリギリまで悩んだので今回は自信があまりありません。着替えます。どうですか。結構私はいい感じ。これも成功じゃない？ね、結構成功かも。今のところ順調に。誰が見ても韓国っぽいよね。韓国大好き女子の韓国コーデもまんまじゃん。まんまじゃん。どうですか。120点これは。そう。ね、結構ファインプレーな、うん。私は結構心配だったんですけど。え、めっちゃいい感じ。で見たら良かったっていう。私じゃない。私良かったよって言ったからだよ。じゃあ三つ目の、はい、コーデテーマは、着てほしいコーデって何だろう。わあいい、ちょっとやってみたかったこういうの。あと、うん、普段見れないりんこちゃん。私も。お楽しみにしててください。じゃあじゃんけんします。そうだ。もう負けてるんだよ何みたいな。じゃんけんぽい。そうなんだけど。じゃあ違う先行で。はい、頑張ってください。はい、スタート。リコちゃんには何だろう。でもカジュアルなお洋服を着ていることが多いからすごい可愛いのにするか。じゃあピンクとかどうですか。うわー新鮮です。ピンクとかいいかも。やっぱり一番むずいかもこれ。どう可愛いじゃない。あんま着ないでしょ。着ない。デニムにしたらレコちゃんっぽいかも。でもデニムが可愛いんじゃない。そう思います。みんなうなずいてる。なんかやばいかも。やばい、これ結構やばいかも。こういうのわかんないけど多分可愛い。パンプスは白。でもちょっと色が違うんだよ。黒もあった。可愛いんじゃない。でも可愛い。私欲しい系のパンプス。じゃあこれでアクセ。え、なんだ結構むずいかも。本当にわかんない。なにバッグから決めよう。ミニバッグからいいな。あ、いいのあったかも。アクセやばい楽しみです。じゃあこれで新鮮ね、うん、楽しみです。着るのが。さあ着てもらいます。靴が。あっ、こんな感じ。それではラストスタート。皆さん甘い目秋田しおりあんをたくさん見てると思うのでデニム着たいと思います。でも白着てほしいな。白絶対似合うもん。この白とか可愛い。それデニム似合うんですよ、しおりんは。これにしよう。まずデニムにカジュアルに結構ピピってもね、可愛いかなと思って。みんなどんな秋田しおりが見たいですか。ね、めっちゃキラキラした。なんか可愛いじゃない。どう。いいかも。この上に、ほら、新鮮だって。2分さっきと話が違う。やばい、短すぎる。ちょっと待って、しおりん。結構、ふわふわの、この、これ。ちょっと帽子いきますよ、私は。ピンクとかいっちゃう。ちょっとピンクとか集めて。やばい、このままのしおりんが寒いよ。OK。
どう？待て、バック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 、いいよいいよ、ついてこいよ、大丈夫大丈夫、私なら大丈夫。バック持たないっていうのもあれだよな、帽子が違うのかな。ちょっと待って、帽子が違う。バックじゃあさ、もう着ない、あ、つかないってのはどう？ダメ？いいよ。マジでもバック持っていってほしいんだよな。もうこれ？わかんない、ちょっと待って、これ失敗な気がする。イエス。バックやばい、もうバックわかんないから、これわかんない、これ、もうこんな、何これ。私はもう未知な世界です、まあ、どうなるか分かりませんが、それではお着替え行ってきます。みんな笑って。じゃーん。どうでしょう、どうですか。いや、めちゃめちゃしおりんのが着てそうな可愛いもコーデをちょっと、でもちょっとリボンが多いかも、全部リボン、ここがね、ちょっと難しいかも。あ、これもね。うん。そう、垂らしてみました。でも、そんな全然。と？はい。めちゃめちゃ可愛い。よかった。新しい、あの、嬉しい。扉が開けたけど。どう？え、めちゃめちゃ気に入ってる。あ、うん。よかった。可愛いです。成功。私はもう普段ね、結構甘めなコーデが多いので、透け感があったりとか、中ラメだったり。でもなんか実はこれは、全部全開になるタイプのセットかなと思ってて、不安だったんですけど、めちゃめちゃ着こなしてて、嬉しい、とても似合ってると思います。普段着ない感じかもね。ね、そうです。今後チャレンジ、新たな、新たな扉がね、こういう機会じゃなくて開きました。開きましたね。楽しかったね。楽しかった。なかなかこんななんかいろんなお洋服並べて、うん、コーデ組むことってないし、うん、3分間で組むっていうのがね、なんかすごい新鮮だったし、意外と普段お洋服選ぶの時間かけてるタイプなのかもって思いました。でもスパスパ決まってなかった？私はね、うん、こう速乾で行くんだけど、ちょっと気になりだしたら止まらなくて時間かかるタイプだから、うんうん、逆に制限時間があったことが良かったのかも。なるほど。意外と全部なんか今日の3つは気に入ってます、うん、一番気に入ってるのは何でしょうですか？これです。お、え、これあ、なんか嬉しい、着れてて、これ可愛い。でも本当に今いつもの私たちがテレコになってるみたいな、うん、いや、本当そうだね、うん、何が一番お気に入り？でも一番そのテーマに沿ってできたなっていうのは、一番最初のモテコーデ、可愛かったかな、うん、楽しかったですね。楽しかったね、うん、一緒に二人できたのが楽しかったです。確かに。皆さんもぜひぜひぜひやる機会あるかな。で、なんかお店とかでさ、うん、お互いに着てほしい服を買って楽しそうみたいな、うん、それで一日遊ぶとか、うん、どうでしょうか。やってみてね。はい、また。